はい、皆さんこんにちは、モフリコことパピネンです。今日は、うつと吐いたについて、ちょっとご紹介したいと思います。これ私の場合なんですけど、私うつと、自律神経来て、でそうなってからというか、そのかなり前から吐いたがありまして、それがねここなんですけど、夕方の4時頃になるといつもなんかこう同じここの歯がね痛くなるんです。ほんまにもう虫歯かいうぐらい痛くなるんですね。それで歯医者行ったんです。ほんで歯医者行って、レントゲン撮ったんですけど、歯医者の先生は何にもなってない、大丈夫言い張るんですよ。虫歯にもなってないと。うん、それでね、それ先生に言われた途端痛みはなくなったんです。が翌日からまた4時頃になるとここの歯が痛くなるんですね。ほんでまあいろいろネットとかでこう検索して分かったのが、うつとか自律神経っていうのはその精神的にも来るけど、結構肉体的にも来ます。それが分かりましたね。で私の場合はまあ吐いたが来ました。あと舌も痛くなります。もうものすごくピリピリ痛くなります。でも別に舌何もできてないし、ご飯食べる時も別に痛くない。ただ何も食べていない時がピリピリ痛い、そんな感じでした。あと普通に頭痛、肩こり、まあこういうのも出てきます。でまあ人によってはネットで検索した結果ね、E が痛なってなんか使用できてるんちゃうかえて、この内科へ行かはる人も結構多いみたいです。ほんでまあ検査するんやけど、結局 E なんともない言われて、あ、自分は精神科というか心療内科の方なんやって、そこで初めて気付く人もいてるみたいです。で、この吐いたですね、私の場合この吐いたが出てきたら心療内科の方で豚腹をもらってるんで、豚腹を飲んだら割と収まります。せやからね、なんかこう吐いたがするとか頭痛がするとかそういう人ね、ちょっと先生に言うてなんかお薬もらはるんええかもしれません。ただその先生とのある程度の信頼関係がないとその辺のお薬は出してくれはらへんし、歯痛い言うて歯医者行け言うような先生ははっきり言うけどもう飽きませんわ。今日はそんな感じですね。うつと吐いたのお話でした。ちょっとなんかこううつの症状を持ってられて、なんか身体的にどっか痛い、でも内科とか歯医者とかいろんなとこ行っても何にもないっていう人はちょっとその精神的なあれで来てる場合が多いんで、ちょっと先生に言うて豚腹もらうとかなんかしたらええかと思います。では今日は、うつと吐いたのご紹介でした。では皆さんまた次回お会いいたしましょう。